ミゲル・アンヘル・インドゥライン・ララヤは、スペインの自転車プロロードレース選手、ナバラ州、パンプローナ出身。1991年から1995年に、かけてツールド・フランス個人総合の連覇を達成した、ほか、1992年、1993年の、ジロで、イタリア個人総合優勝、1995年の、世界選手権など、 数多くのタイトルを獲得した。日本ではミゲル・インデュラインと表記されることが多い。1975年より自転車のロードレースへの参戦を開始。1985年にプロに転向し、レーノルズチームと契約を結ぶ。しかし1980年代のインデュラインは主にアシストとして活動しており、1988年のツール・ド・フランスでは、 チームのエースだったペドロ・デルガドのアシストとして、デルガドの個人総合優勝に貢献した。そのようなインドラインの環境が変わり始めたのは1989年にツールド・フランスで初めてステージ優勝を遂げた頃からで、あった。1990年にはチームのスポンサーがレイノルズからバネストに交代し、インドラインもパリ・ニース総合優勝。 クラシカ・サンセバスティアン優勝などの成績を挙げ、チームにおいてデルガドに次ぐナンバー2のポジションを確立した。1991年のツールド・フランスでは、当初チームはデルガドをエースに立てていたものの、インドラインのあまりの好調ぶりにデルガドが途中でエースの交代を認め、そのままインドラインは初のツール総合優勝を遂げた。 1992年、1993年には、ツールド・フランス、ジロデ・イタリアの、両レースで、総合優勝を遂げ、いわゆる、ダブルツールを達成。ダブルツールを2年連続で成し遂げた選手は後にも、先にも、イングラインただ一人である。また、1992年の世界選手権個人、ロードレースで6位、1993年の世界、 選手権個人ロードレースでは2位と終わり、惜しくもトリプルクラウン達成はならなかった。1994年は、ジロでイタリアでエフゲニー・ベルツンラに敗れ総合3位に終わる。力が落ちたかと思われたが、ツール・ド・フランスでは、全く危なげない様子で4連覇。その直後には、アワーレコードに挑戦し、1時間で 53.040km を走り世界記録を更新した。 1995年は、ジロでイタリア参戦を見送ってツールドフランスに集中し、当時前人未踏だった個人総合5連覇を達成しただけでなく、世界選手権では個人タイムトライアルで優勝、個人ロードレースで2位という成績を収める。イングラインのレーススタイルは基本的にタイムトライアルでライバルに大差をつけ、その差を山岳ステージでコントロールするというものであった。 その大柄な体格から、山岳コースが苦手と思われがちであるが、実際にはデルガドの山岳アシストとして活躍し、ツールドフランス最初の区間優勝は、カテゴリー長級の山岳がゴールとなるステージであったように、山岳コースを得意としていた。山岳でイングラインが先頭に立つと、ライバルのほとんどはそれについていくのが、やっとという状態になるのが常であった。こういった、 レーススタイルは、その後ランス・アームストロングに受け継がれることになる。1996年のツールド・フランスは、インドラインの故郷であるスペイン・バスク地方を通るコース設定がなされ、インドラインが6連覇で地元に凱旋することが期待されていた。しかし、この年は異常気象で前半に雨続き、アルプスでも大寒波が襲来と、寒さに弱いインドラインにとって最悪のコンディションであった。 加えて、ドイツテレコムチームのビャルヌ・ルイス、ヤングルリッヒの二人が絶好調、また途中のステージでハンガーノックに陥ったこともあり、この二人についていくことができず、総合11位に終わり6連覇を逃した。その直後に行われた、アトランタオリンピックの自転車競技、個人タイムトライアルで金メダルを獲得し、健在ぶりを見せたものの、本人のモチベーションが低下していることはははためにも、 明らかであった。結局翌1997年1月、バネストとの契約切れを待ってインドラインは現役引退を発表した。引退後は、スペインオリンピック委員会の委員、UCI のプロフェッショナル自転車委員会の委員を務めている。2005年11月には現役時代の功績により国際フェアプレー賞を受賞した。ありがとうございます。